ねえねえ、マリサ。私のほっぺた殴ってみて。どうしたんだ、霊夢。殴ったら痛いだろ。大丈夫よ。私、今、麻酔が効いてるから。さっき親知らずを抜きに歯医者に行ってきたのよ。でも、麻酔って不思議な感じね。ほっぺたに何も感じないわ。なるほど。そういうことだったのか。でも、霊夢知ってるか？実は麻酔の仕組みは2020年にようやくわかったんだぜ。え、嘘でしょ。でも2020年より前も麻酔は使われていたわよね。よくわからないものを使っていたってこと？その通りだ。全身麻酔は200年近い歴史があるんだが、今まで原理が解明されていなかった。だから、手術中に麻酔が切れたり、永遠に目覚めなくなるという事故が時々起きていたぞ。え、そんなの怖すぎるわ。当たり前に使うものだと軽く考えていたけど、この際、もっと詳しく麻酔について知りたくなったわ。そうだな。麻酔は誰でも使う可能性があるものだからな。その仕組みや歴史は知っておいても損はないだろう。マリサ、今日は麻酔の仕組みについて詳しく教えてちょうだい。わかったぜ。じゃあ今回の動画では、麻酔の仕組みと、手術中、体に何が起こっているかを話していくぜ。よろしくお願いするわ。そういや、さっきほっぺた殴ってみてと言っていたが、多分殴ったら痛いぞ。え、だって麻酔が効いてるのよ。触っても何も感じないわ。親知らずの抜歯に必要な範囲にしか麻酔はかかっていないだろう。確かにそうね。殴られれば麻酔のかかっていない部分は痛そうだわ。歯科恐怖症なら、全身麻酔に似た、静脈内鎮静という方法が用いられることもあるけどな。この歯の麻酔って、全身麻酔とは違うものなの？ああ。まずは麻酔について大雑把に説明していこう。麻酔には、局所麻酔と全身麻酔の2種類があるんだ。私のこのほっぺたのやつは、局所麻酔よね。そうだな。局所麻酔は、身体の一部分にのみ麻酔をするんだ。全身麻酔は、眠っているみたいな感じでしょ。起きたら手術全部終わってます、みたいなの。まあ、そうだ。眠っているというよりは意識をなくしている状態だが。え、寝てるんじゃないの？眠っているよりは昏睡に近いぞ。人工的な呼吸の補助が必要になるくらいだしな。怖い。中には、全身麻酔は死に近いという人もいるくらいだ。急に意識が切れて、何も覚えていないらしいぞ。昔は全身麻酔をしたらそのまま目覚めなかった。みたいなこともあったみたいだ。やだ、余計に怖いんですけど。ははは。まあ、最近の全身麻酔で目覚めないことはないと思うぜ。ともかく、全身麻酔は意識がなくなり、局所麻酔は意識を保ったままというのが大きな違いだな。呼吸もできなくなっちゃうなんて怖いけど。でも、それでも全身麻酔が必要なことがあるのよね。その通り。例えば、心臓の手術をする場合なんかは全身麻酔だな。もしかして、呼吸や意識と一緒に心臓も止まっちゃうの？いや、心臓を止めるのはまた別の方法だ。全身麻酔で呼吸は止まっても心臓は動くぞ。そうなのね。全身麻酔って、何をするものなの？全身麻酔には、鎮痛、鎮静、筋弛緩、という3つの要素があるんだ。鎮痛はわかるわ。痛くなくするってことよね。そうだな。鎮静は意識をなくすことで、筋弛緩は筋肉を緩めるという意味だ。そっか、全身麻酔は意識がなくなるんだものね。筋肉を緩めるっていうのはよくわからないけれど。筋弛緩は、手術中に動かないようにするためだな。意識で制御できない反射も手術には有害だ。なるほどね。あれ、でも、心臓も筋肉でできているんじゃないの？全身麻酔で緩める筋肉は、骨格筋だけだからな。心筋には作用しないんだぜ。へぇ、呼吸は止まっても心臓は動くのね。全身麻酔が、鎮静、鎮痛、筋弛緩を起こすのはわかったわ。局所麻酔はどうなの？局所麻酔の大きな目的は、鎮痛だな。じゃあ、全身麻酔から鎮静と筋弛緩を抜いて、範囲を狭くしたものが局所麻酔かしら？それがそういうわけでもないんだな。全身麻酔と局所麻酔の仕組みは別物なんだ。痛みを感じなくするんだから、同じじゃないの？霊夢は、どうすれば痛くなくなると思う？そうね。神経を麻痺させればいいんじゃないかしら。感覚神経が鈍くなれば、痛くないんじゃない？そうだな。それが局所麻酔の仕組みだ。痛みは電気信号として伝えられるんだが、その信号を伝えないようにブロックするのが局所麻酔だな。全身麻酔は違うの？痛いという信号は、末梢神経からどこへ向かう？あ、中学で習ったわ。確か、脊髄から脳へ伝わるのよね。その通り。脊髄や脳が痛いという判断をするんだ。そして、全身麻酔は、脊髄や脳に直接作用する。直接？痛いって思わないようにするってこと？ああ、脳には1000億個ものニューロンという神経細胞があって、情報の伝達をしているから、それを止める感じだな。脳の働きを止めるということね。わかってきたわ。局所麻酔は通信回線を切るけど、全身麻酔は電話会社を止めちゃう感じなのね。そういうことだな。そして長らく、その細かい仕組みはわからなかったんだ。そこが怖いのよね。じゃあマリサ、麻酔はどうやって生まれたの？世界で初の全身麻酔は、実は日本人が作ったと言われているんだぜ。ヨーロッパとかじゃないの？もちろん欧米での全身麻酔の研究成果もあるが、日本にはその40年前に、全身麻酔手術の記録があるんだぜ。信じられないわ。
いつの時代の人なの？まだ江戸時代の鎖国中だった、1804年のことだ。花岡清秀という日本人医師が、乳がんの手術に成功したんだ。江戸時代、鎖国中って、まだオランダの医学が入ってきたあたりでしょ？杉田玄白の解体新書はすでに刊行されていたから、日本でもオランダの医学は学べていたぜ。清秀は、漢方とオランダ医学を学んでいたんだ。その中で、中国の麻酔薬について知ったんだ。中国にはもう、麻酔薬があったの？五感末期に、カダという名医が、マフツさんという麻酔薬を使って手術したと言われているんだ。じゃあ、中国が初じゃないの？カダが麻酔薬を使って手術したという記述は、三国志にあるが、全身麻酔との記述はないからな。そうなのね。じゃあ、世界初の全身麻酔ってどんなものだったの？清秀の全身麻酔薬は、通泉散と呼ばれる飲み薬だな。マンダラゲやトリカブトなんかが入っていたらしいぜ。え、トリカブトって猛毒じゃないの？ああ、マンダラゲも有毒植物だぜ。毒は使い方次第で薬にもなるんだ。そう言われると、確かに聞いたことがあるわ。毒が薬になるって。特に麻酔薬は、麻痺を起こさせる必要があるから、痺れや幻覚を引き起こす毒が用いられたんだ。理屈はわかるけれど、毒を飲めって言われるとだいぶ恐ろしいわね。そうなんだが、清秀は人への投与試験も行っているぜ。そんな実験、誰が引き受けてくれるのかしら。清秀の母と妻も投与試験に協力したと言われているな。ただ、母親は死亡、妻も失明したという話がある。やだ、本当に怖い。他にも延べ十数人のボランティアが協力したらしいぜ。その甲斐があって、清秀は世界で初の全身麻酔による乳がんの手術を成功させたんだ。そうなのね。それは本当にすごいことだと思うわ。その後、清秀に遅れること約40年、1842年にアメリカで、吸入麻酔が登場する。それが海外初の全身麻酔なの？ああ、そうだ。アメリカのクロフォード・ロングという医師が発見した。ただ、吸入麻酔を広めて名声を得たのはウィリアム・モートンという歯科医だった。発見した人とは違う人が名声を得たの？ああ、発見したロング医師は、吸入麻酔を大発見だとは思っていなかったんだ。ロング医師は発表をしなかったってことなのね。それで歯科医に手柄を横取りされたの？歯科医のモートンは、師匠のホレス・ウェルズが公開実験に失敗したのを見たんだ。待って、ロング医師の発見を横取りどころか、師匠の実験も自分のものにしちゃったってことなの？まあ、師匠ウェルズが用いたのは正気ガスで、モートンが用いたのはロングと同じエーテルだがな。しかもモートンは入念に準備をして公開手術に臨んだんだ。手術は腕のいい外科医に任せて、大成功を収めた。なんだかロング医師とウェルズ師匠が気の毒ね。いや、実はモートンも晩年は恵まれなかったんだ。なんで？モートンは科学者であるジャクソンに相談していたんだが、エーテル麻酔を進めたジャクソンが権利を主張したんだ。なるほどね。なかなかうまくいかないものだわ。モートンの生涯はさておき、エーテルを使った全身麻酔手術は全米、そしてヨーロッパへ広まったんだ。今もそのエーテル麻酔が使われているの？いや、エーテルは引火しやすいからな。今は使われていないのね。それでも130年間使用されていた全身麻酔だぜ。呼吸が比較的安定していたから、用いやすかったんだ。そんなに長く使われていたのね。すごいわ。そうだな。麻酔ができるまでは、麻酔なしで外科手術を行っていたし、麻酔の誕生は画期的だったんだ。え、麻酔なしで手術？それってめちゃくちゃ痛いんじゃないかしら？ああ、手術の失敗ではなく、痛みや恐怖で死亡するケースもあったぞ。麻酔で目覚めないのも怖いけれど、麻酔なしで手術するのもだいぶ怖いわ。ねえ、マリサ、こんなに長く麻酔が使われてきたのに、どうして最近まで麻酔が効く仕組みがわからなかったの？仮説はあったんだが、それを確かめる方法がなかったんだ。確かめる方法？小さすぎるものを見るための顕微鏡がなかったんだよ。あまりにも小さすぎて、可視光線では見えないんだ。それを見られる顕微鏡ができたということ？ああ、そういうことだ。おかげで、ようやく全身麻酔の仕組みが見えてきたんだ。仮説はあったって言っていたわよね。どんな仮説だったの？まずは、膜脂質説だな。膜脂質説？人の細胞膜は、油でできているんだ。さらに、麻酔薬には油に溶けやすいものが多い。だから麻酔が油でできた細胞膜に溶けるってこと？細かい部分はわからないが、細胞膜との親和性が麻酔の効力の鍵になっているんじゃないか、という説だな。ところが、1980年代に、膜タンパク質説が出てくる。え、脂質じゃなかったの？麻酔薬が神経細胞膜そのものに干渉するんじゃなくて、神経細胞のタンパク質と結合する説だな。実際に、麻酔薬と結合するタンパク質も、数種類特定されたことから支持を集めていったんだ。じゃあ、脂質は関係なかったのね。いや、面白いことに、2020年に発見されたのは膜脂質説と合致するものだったんだ。だって、タンパク質と結合するって分かったんでしょ？ああ、多くの麻酔薬はタンパク質との結合で効果を発揮することが分かっているぜ。それとはまた別に、吸入麻酔によって神経細胞の脂質ラクトが破壊されると分かったんだ。脂質ラクト？初めて聞く言葉だわ。脂質ラクトというのは、中枢神経系で中心的な役割を果たしている脂質の集まりみたいなものだな。
中心的な役割って、例えばどんなことをするの？脳には1000億個ものニューロンがあるって言っただろ？神経伝達物質よね。信号を送り合うっていう。そうだ。そのニューロンの細胞膜の一部を形成するのが皮質ラクトなんだ。待って、吸入麻酔が皮質ラクトを破壊するって言わなかったかしら？ああ。つまり、脳の神経伝達を担う細胞の膜を破壊するんだ。麻酔の仕組みがわからないのも怖いと思ったけど、ニューロンを破壊するなんて話も怖いじゃない。そうだな。でも、事実、皮質ラクトが麻酔薬に反応して、ビリヤードのボールのように飛び散ることがわかったんだ。皮質ラクトが分解されると、PLD2 という酵素を含む内容物が流出する。皮質ラクトはニューロンの細胞膜の一部なのよね。細胞膜が壊れるから、中身が出てくるのね。そうだ。で、流出した PLD2 は、TREKH というタンパク質と結合するんだ。タンパク質と結合？じゃあ、膜脂質説も膜タンパク質説も両方正しいのね。でも、それがどうやって麻酔の役割を果たすの？まさかニューロンを壊してしまうから？いや、PLD2 と結合した TREKH は、活性化されて大量のカリウムを生成するんだ。カリウム？脳神経細胞は発火することで電気信号を伝えるんだが、その発火にはカリウムが必要なんだ。脳で発火ってイメージが湧かないのだけれど、火がつくというイメージじゃなくて、帯びる電気が変わるイメージだな。まあいいわ。それで、カリウムが増えるとどうして麻酔が効くの？カリウムは、通常は電気信号を伝えるのに使われるんだが、過増加すると、逆に発火を阻害してしまうんだ。活性化したタンパク質がカリウムを作りすぎて、カリウムが多すぎて脳がストップしちゃうってこと？その通り。脳内での伝達が止まるから、意識も痛みもなくなるんだぜ。ようやくわかったわ。でも、麻酔薬で壊れたニューロンって大丈夫なの？しばらくすると元に戻ることが確認されているぜ。だから、麻酔が切れればまた覚醒できるんだ。ああ、ちょっと安心したわ。じゃあ、マリサ、全身麻酔の時って意識がないじゃない？どんなことをされているのかしら？そうだな。現在の全身麻酔は、点滴での投与が多いな。呼吸もほとんど止まってしまうから、人工呼吸のためのチューブも挿管するぜ。なんだか聞くと苦しそうだけど、全身麻酔中だから苦痛はないのよね。ああ、あとは、いろいろモニターをつけて監視されるな。全身麻酔は、麻酔専門の医師がずっと調整してくれるんだ。手術の途中で起きてしまったりすることはないのかしら？まずないな。麻酔の強さも随時調整しているんだぜ。逆に終わっても起きられないなんてことは本当にないのよね？今の医療で投与される麻酔は、投与停止すれば割と短時間で切れるんだ。そんなに心配することはないぜ。手術前にも十分な検査と説明があるしな。安心できたわ。あ、ほっぺたの麻酔も切れてきたみたい。お、殴っとくか？絶対痛いからやめてちょうだい。それにしても、まさか麻酔で細胞膜が破壊されているなんてね。それが分かったのが2020年だって言うんだからまだまだ謎は多いよな。今後はもっと脳の働きが分かるのかしら。そうだろうな。脳のメカニズムが詳細に分かれば新しい麻酔薬が登場するかもしれないぜ。頭の良くなる薬もできたりするかしら？何をもって頭が良いというかは難しいところだが、ありえなくはないんじゃないか？脳内の神経伝達物質が心身に影響を及ぼすことはすでに分かっているわけだしな。そうなのね。今度、脳の働きについても聞いてみたいわね。そうだな、また機会があれば話すことにしよう。楽しみにしているわ。ありがとう、マリサ。ご視聴ありがとうございました。